どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちらゴクレグスの評価を爆上げした回収ですね、使っていこうと思います。バインドスキビオン封印操作か熟成10強3つに陰の加護持ってるキャラで、攻撃力625倍に陰の加護だったらね、発動に熟成もあって大体まあ1250倍ぐらいの火力出せるし、 HP 回復もとんでもない捨てになるキャラになっております。はい、でじゃあ回収何が強いかっていうと、まず悪魔タイプ持っていまして、もう明らかにゴクレグスを意識した火力性能で、さらにスキルに関しても2ターンで6解除回復を闇に水を毒に変化、1ターンダメージ無効貫通ダブル吸収無効が2ターンで使えます。でつまりですね、回収ってこれ回復闇水を毒に変化なんで、ゴクレグスの毒をね変換してくれるスキルと相性がめっちゃ良くて、しかも2ターンで無効貫ダメージ吸収無効できるんですね。つまりこれ回収ループとゴクレグスループを合わせてあげると、毎ターンダメージ無効ダメージ吸収にゴクレグスのスキルが発動するっていう、もうバカみたいに強くなってしまうんですね。なんで今日はこちらの回収をですね、ゴクレグスループ2体と合わせてあげて、そうゴクレグス2体と回収2体を同時ループで運用していこうと思います。マジでバケモンやと思うんで使っていきましょう。ちなみにゴクレグスはスキルブースト4つの35ターン変身でなんと強化もらってます。10強5つ 50% 以下強化2つの火力に加えて、スキルが HP が1になる、2ターン上限80億解放、6解除し、木を火に光る闇に変化、毒を回復に変化が2ターンで使えます。そう、ゴクレグス実は強化もらえてまして、このおかげでなんていうの？ね、木を火に光る闇に毒を回復に変化なんで、回収と合わせると、毎ターン3色盤面になるのかな？っていうレベルで強くて、そう。で、しかもリーダースキルもね、悪魔タイプの HP 攻撃 5.2 倍に、控えめ消すたび攻撃力が2倍、1コンボ加算固定100万、毒ダメージ無効と。さすがに強いですね。で、しかもこれ2ターン上限80億ってことは、まあ、2体ループ合わせてあげれたら、毎ターン480億くらい出るんで、480億で毎ターン殴っていけるってバケモンなんですよね。なんで今日はこちらの回収ゴクレグスで遊んでいこうと思います。リーダー回収からです。陰の加護属性吸収無効潜在にウルバリンマグニートを継承です。はい、からのプフです。アシスト無効回復闇軽減プラスに、正月チャーム武器継承です。はい、でからのゴクレグスです。属性吸収神キラー潜在にこちらファスカ武器継承で、からのこちら回収です。属性吸収無効陰の加護にこちらリゼレット武器継承です。そしてこちらエルディアブロです。属性吸収闇、非軽減プラスにこちら玉子武器継承で、ラストフレンドゴクレグスです。ゴクレグスに関してはこちら属性吸収神キャラに無一郎継承って感じになっておりますという感じの編成ですね。今日はこちらのゴクレグスループを使ってね、極悪破壊していこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ1階層からやっていきましょう。まずは1階層です。エルディアブロ使います。でからのプフ使ってリダチェンしていきます。でウルニートを打ってあげてゴクレグス変身していきましょう。ダブル変身、リズレット打ってあげてゴクレグス使いましょう。でここからゴクレグスループ開始です。はい、全体攻撃含めながらワンパンしていきます。ゴクレグスはもう一生平積みしてればいいリーダーなんで、こんな感じで全体攻撃含みながら、あれまあでもいいでしょう、言うて2400倍、4800倍なんで、これでちゃんと回復も含みながらワンパンしていきます。はい、突破していきましょう。で続きまして2階層です。2階層はエルディアブロを使って殴っていきます。はい、お邪魔などを火に変換しながら殴っていきます。はい、回収とゴクレグスループしてあげて、あやべ、スキル使う順番間違えた、終わった、まあ、大丈夫なんですけどね。ただまあスキル使う順番間違えないだけ注意してください。普通に結構やばいことしてるんで。はい、これでまあ一旦回復音消し含みながら殴っていきましょう。13、14コンボです。はい、これでしっかりとワンパンしていきます。はい、危ないマジで危ないね、このミスは絶対みんなはしないように。はい、普通に危ないです。で続きまして3階層です。必ずもう一回いく、回収からのゴクレグスで打っていきましょう。はい、もうこれが大事なの、回収打ってからゴクレグス使います。これが世界で一番強い。でプフも使いましょう、もちろん。はい、こんな感じで確定三色順ループなんですよ。やばくない？これマジ強くない？これで確定三色順ループで殴っていけるから、マジストレスも少ないし強いっていう、もう理想でしょ。 This is 理想。うん、でちゃんと回帰音消しは毎回組んでください。回帰音消し組んであげるとちゃんと HP も220万とか回復できて殴っていけるという感じ。
で回収からの極レグスループ。なんかその使う回収の位置が悪いな俺は。まあいいんだけど。でこれで回避音消し含みながら殴っていきます。はい、毎回三色陣ループで殴っていけるって考えたらマジ楽しくない。で八条解放利用してしっかりワンパンしていきます。で続きまして4階層です。そしたらここはゴクレグスと、あもう10番間違えたからいいや、ゴクレグスだけで殴っていきます。はい、ちょうど今1コンボ組んであげて、こっちめっちゃスキルダメだから1コンボ組んであげて、キモいなーマジで。はい、1コンボ組みます。そしたら超根性まで削っていきましょう。必ず回収からのゴクレグスを使います。これが大事、毎回回収からゴクレグスを使う。こうしないと三色陣にならないんで、そう、これが前提。回収からのゴクレグスを使ってあげて回避音消し含みながら殴っていきます。はい、だいたい回避音消し1セットで HP 全回復近く回復できます。はい、でそしたら半分島パズル教室していきましょう。毒目覚め大切ないんで結構回復ドロップが比較的多めになるかなと思います。極悪だから使えるってのはあるけどね。でここがパズル教室しましょう。で10コンボ組んであげてワンパンしていきましょう。で5階層です。5階層はアシスト無効回復しながら1から2パンで殴っていきます。はい、回収からのゴクレグス使いましょう。闇のL字組みながら殴っていきます。はい、これでしっかりアシスト無効回復しながらの14、15コンボです。はい、でこれで殴っていきます。火の2コンボ組んだら回復力2倍入るのか、なるほどね。でも必ず回収からのゴクレグス、もうミスだけはないように、もうこれマストなんで。でこれで16コンボ17、18コンボで190万でワンパンしていきましょう。突破です。さあ続きまして6階層です。キモカット。はい、倒していきましょう。突破です。こいつはもうあのね、こいつだるいからね、2パンだからもう全カット。7階層です。ここは超根性まで削っていきましょう。でリダフレヘイストもらいたいんでちょっと控えめコンボで殴ります。だから10コンボ組まなきゃいいんで、火闇を、まあ、そこまで組まなきゃ大丈夫ですね。10コンボってなかなかならないと思うんですけど、まあ削りすぎないだけ注意してください。はい、これでまあ19コンボでしっかり殴っていきます。まずは超根性までワンパン、いいね。で今のでまあ6コンボなんで余裕はありますね。でここは倒していきます。はい、それで回収からの6レグス打ってあげて倒していきましょう。いきます、いきます。盤面逆にむずいんだよ。で火の2コンボは絶対組まないとあの回復力上がんないんで注意です。見た目の回復力マジで不安だよなこの編成な。ガチで回復力低いように見えると思うんですけど、実際はね、あのエルディアブロの火の攻撃、火の回復力、火の2コンボで回復力2倍があるので、まあ、実際見た目以上に全然回復できます。はい、見た目はめっちゃ怖いけどね。でここエルディアブロ使いましょう。そうだから実際は回復できるんで安心。ここもしっかりと回収からのゴクレグス打ってあげて殴っていきます。
まあ、これで海域音ゲシ含みながらの火の2コンボ含んであげて17コンボです。18コンボ、19コンボ。さあここもしっかりとワンパンしていけますか。ナイス、いい火力で。続きまして9階層です。光バルディに関しても極レグス上限解放あるんでワンパンしていきます。ちょっと今若干エンハンス食らってるんでね、火力低めだけど回収からの極レグス打ってあげてしっかりワンパンしていきましょう。一回全力いらずにしてみるか。てか無効感対策できてるようになったのめっちゃ楽でいいね。よし、何も思考せずに無効貫通対策ができるのはめちゃくちゃいい。本当に意見も平積み、もうしびれを切らした平積み47万、いいね。さすがに平積みはバケモン強いね。当たり前か、平積み火力やばいな。まあ、回復音消しを放棄したらこうなるわなって感じ。いやだからマジでゴクレグスは回復力さえ上がればこれマジバケモンってことは証明されてるんだけどな。今から回復力上げん、回復力上げてくれたらさらに負けるんだけど。でここも回収とゴクレグスで殴っていきます。はい。でそのなんていうの、毎ターンさこの遠征ってダメージ吸収と無効貫通対策ができてるわけだから属性吸収だけねうざいんですけど、このゴクレグス回収回収ゴクレグス全てに属性吸収無効存在が積んでるついてるんですよ。エルディアブロも含めて。だから属性吸収無効潜在に関しては回収極レグスエルディアブロで対策、ダメージ吸収は回収ループで対策、無効貫通も回収ループで対策、さらに回収極レグスで三色人ループで、この猛毒目覚めが極悪にはあるから、この猛毒目覚めを利用することで回避多めの三色人が作れて、しかももし落ち込んで毒が降ってきたりしても極レグスのリーダースキルで毒ダメージ無効っていう、もう結構えぐくない。ここまでできちゃうのがこの回収極レグスエルディアブロループなんですよね。まあ、結構バケモン寄りだと思うよ。あともう組み方結構慣れてきたわ。これね平積みだわ。とにかく平積みのラストに回復音消しこれだわ確実に。てかこれしかない。いやこれね2パンじゃない、ワンパンしたい。ワンパンできると思う。しかも俺はガチで、なぜなら極レグス回収ループだから。はい、余裕、普通に余裕です。強いんで回収ゴクレグスは当然の強さなんで、こんなん日常です普通に。いやこれで強いと思うな、これは普通。12階層です。ここはプフ使いましょう。ここはプフ使います。はい。でゴクレグス使いましょう。回収は温存します。いきます。ここもワンパンしていきましょう。えい、これで回復音消し含みながらの全力コンボワンパンしかない。もう十分でしょ。こんなんこんなん回収極レグスだったら、はい、80億答え出たね。マジでマジで強いわ。はい、ワンパンです。さあ続きまして13階層はプフが溜まるまでだけ耐久してあげてから倒していきます。まあ、耐久自体は実は結構簡単で、回収使ってあげて、回収じゃないごめん、ゴクレグス使ってあげて、こんな感じで耐久するだけです。そうするとダメージ無効貫通発動しないので普通に耐久できます。で一旦カット OK。 そしたらここで回収からのゴクレグス使いましょう。でまあここも三色陣打ってあげて、しかもいいよね耐久自体もさ、なんていうのね、いいですねマジで。例えばさ、この回収極レグスループにおいてさ、ダメージ無効がある敵で耐久したいって時は回収使わなきゃいいだけなんで、結構耐久自体もねやりやすいのもすごいいいですし、で火力も当然ながら全カウンスなんで、マジ毎ターンさこの火力出続けるって結構えぐい火力だよね。本当にすごいな。でそしたらここも極レグス回収からの極レグス使いましょう。あプフやべ、プフ使わなきゃ。プフ使ってあげて極レグス使います。次の階層別に先生ないもんね、大丈夫だよね。 OK 行きましょう。何が何でもここワンパンしなきゃダメなんで、
くぜ。これでしっかりと分割してあげて、ダメージ無効貫通含みながらの OK20 コンボいいね。しかも落ちコンボ入ってきたし、これで2パンしていきましょう。ナイス。さあ続きまして14階層です。初手は絶対にエルディアブロを使いましょう。これで指2倍を発動していきます。はい、エルディアブロ発動で指2倍延長からの回収と極レグス組みます。はい、でもこれでちゃんと平積み全力組んであげて、ここは無理に回復する必要がないので22コンボ組んでいきます。さあこれで HP ってか HP80万、この編成やべえ、ちょっと待って強すぎるだろ。え、これ実質 HP350 万とかあるよ多分。実質 HP350 万近くあるって考えたらえげつないな普通に。で1コンボ2回組みつつアシスト無効回復していきます。うい、これでアシスト無効回復。毒振ってきてもねダメージ食らわないの極レグスマジででかいね。これそれがないとめっちゃ弱かった正直。これ極レグスがもし毒食らうリーダーだったらマジで弱かったけど、毒ドロップ一切ダメージ食らわないからそこの心配が全くないのがめっちゃでかいね本当に。それね天と地の差なんだよね本当に。そこの対策ができてるかどうかの差はやばいくらい違うので、うわ強っ強っ。まあ、2パンなんでね別にあれなんですけど、まあ、一旦これで全力殴りしておきます。はい、77万回復、いや強えなマジで。で回収からのゴグレグス打ってあげて殴っていきます。はい、マジで毎ターン HP が1になってしまう欠点こそあるけども、やっぱそれ以上にこんだけ三色陣で快適に殴っていけるんだったら強えなって感じ。極レグスってこれで80億、80億、43億なんで、まあ、さすがに強いっすね。で続きましてラストボス階層です。いやこれね残念ながらねこの遠征ね2パンだけはできないんですよ枠の都合上。そう、回収極レグスループマジ楽しいんだけど、そのどうしてもね軽減ループ合わせたりとかする必要があるから2パンだけはできないんだけども、まあ、これで回収と極レグス使って殴っていきます。はい、まず1回シールド3枚割っていきましょう。まあ別にシールドあるところはワンパターンなんで1回カットしますねさすがに。はい、じゃあ一旦シールド割っていきます。カット。あ、ちなみに2ターン目に回収からの極レグスからのエルディアブロ打ってあげて、回収極レグスエルディアブロで消せない回復していきます。はい、これでしっかりと消せない回復してあげて殴っていきましょう。こんな感じで、でこれでシールド3枚割っていきます。この遠征指現象を返せないんで、まあ回収と極レグスをループさせることによる代償がすごいんだけどこの遠征マジで。でここでブフ継承のこれ打ってあげて、で回収からの極レグス使います。はい、でまず軽く削りましょう。そう、これ半分まで削っちゃダメなんでこんな感じじゃない、まあ、軽く回復音消し含みながら殴っていきます。はい、うん、危な危な、ん、ちょっと待てよちょっと待てよ、これさ数パンできるくない？頑張れば。え、これさ絶対いけるよね。ちょっと目指してみるか。いきます。どっちみち回復音消しも組みたいしね。これで回復音消し含みながらの火の2セット組んであげて、まあ殴るんですけど、ん、
これさ普通にこの1万倍でさ通販できんこれ。はい普通にこういうこと。え？あ？ということで今回はゴクリグス回収でボスを通販で突破する動画でした。あちなみにだからもしこれ通販できなかったとしてもこの後エルディアブ、間違えた、この後軽減ループで耐久、エルディアブロって覚醒無効回復しつつ、シールド削り切ってから、3パン4パンでできるんで、別にこれ2パンできなくても大丈夫なんですけども、ただ、こういう突破もできちゃう。やっ。だからマジでゴクレグスのこの火力アップってすごいでかいんですよね。で、今回回収ゴクレグスループっていうね、ちょっとまあネタ要素ある編成だったんですけども、多分ゴクレグスもっと実用的な編成にしてもさらに強いと思うんで、多分もうちょっとユーコロチャンネルいろいろ動画紹介すると思います。マジでゴクレグスみんなが思ってる以上に今性能上がりまくってるんで、まあぜひね、組める人使ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。